親と森内さんだけが誰も知らないっていう。ああそうですよね。この人たちは有名やからな。そうですね。はい、ご紹介していただきましょう。はい。なんと、はいどうぞ。なんと、なんと。オリックスドラゴンズのなんと。ネッピーくんとリプシーちゃんでーす。なんで名前言うた後に音楽がパッと洗うっていうね。いい感じですね。めっちゃ。これです。誰や何やねん。ねえ、ちょっとタイミング合わなかったですね。森口さん。はい。これは愛ちゃんの森口さん。いや、違いますね。はい。森口です。森口さん。はい。森口さん、今日は日本ハム入ったんですよ。そうですね。はい。ね、今日も盛り上がっていきましょうね。ねえ。よっしゃ、盛り上がっていきましょう。盛り上がろうぜ。え、そっちですか？もうちょっと前行った方がいいね。そうですね。はい。それでは、始めさせてもらいますね。行こう。はい。皆さん、こんにちは。オリックスドラゴンズです。どうですかこのから元気。あ、静かに静かに、ごめんな。本日はですね、スカイマークスタジアムにお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ね、3月22日ぶりのスカイマークスタジアムですね。あ、ほんまですよね。そうですね。あの時僕ね、プロレスラーの方と一緒に来たんです。覚えてますか？そうですね、覚えてる。スペルデルフィンっていう沖縄プロレスの社長なんですけど、かっこよかったやろ、ね、かっこよかったやろ。プロレスできる？できへんの？ちょっとできないですよね。プロレスはできた方がいいよ絶対。いいですか？強くなって負けない。おい、ちびっこプロレスやりたいか？あれあれ、なんでやなんや、人気ないな。手が上がらないですね。まあ、今日は来てないんですけどね、スペルデルフィンさんは。残念ですね。はい、この間スカイマーク勝ちましたもんね。そうですね。はい、今日もいけるんちゃいますか？今日もいけますよ、絶対。はい、それではですね、皆さん、ところで今日の先発予告投手をご存知ですか？はい。はい。あ、誰？どうぞ。そうなんです、チェコ早いですね、すごい。え、相手は？相手は。なんでやねん。こっちが質問してんのは予告先発やから両方言わなあかんねん。いや、そんなに責めないであげてください。そうですね、オリックスバファローズは今季2勝目の2勝しております岸田投手と、はい、ね、ファイターズの方はですね、麻酔投手となっております。わからんやろ、麻酔投手。麻酔投手何のこっちゃわからんやろ。ゴヤもあんまよう分かってないけど、今年のね、4月に初めて先発しはったんですよ。そうですね、社会人上がりで ね。ほんで負けはったんですけど、まあまあ球速いんですよ。おお、だからちょっとヤバいですよ。よくお調べになってますね、ゴヤさん。聞きました、聞きました。あ、そうなんですか。どういう人ですか？新聞記者に聞きました。おお、はい、すごい。ちょっと注意した方がいいよ。あ、そうですね、球速いからね。はい、それでですね、ゴヤさん、はい、前回のビジターの試合ご覧になられました？前回、この前の前の日ですよね。そうですね、ずっとは見てないんですけど、勝ちましたね。そうですね、ね、ずっとロッテにやられとったのにな。そうなんですよ。このまま生かすかいう感じで、はい、ね、千葉マリンスタジアムですかね、あの、ね、そうですね、草薙投手で ね、あの、先発して勝ち手がついた、あれ初めてちゃう、ね、草薙投手。あ、2回目か。2回目か、そうか、ね、被安打6、そうそう、1失点のね、8回で、はい、ね、骨折ラロッカさん打ちましたね、またね。そうですね、ホームランもすごかった、ね、はい、ホームランも打ってるし、打点も上げてるし、ね、すごいな、あの人な。すごいですね、ラロッカさんといえば、ここで前、あの、ヒーローなってますからね。ね、また演技演ちゃいますか。本当です ね、はい、ね、今日からまた連勝です ね、はい、タイマーク言うたらほんまにね、勝てる気がします。そうです ね、はい、ね、なんかすごい、ね、いい感じですよね、今日の試合も。適当に流してる。そんなことないですよ。堀口さん適当に流してる。そんなことないですよね。頼むで、一生懸命言ってるのに。そうですね、はい、ね、あ、そういえば、はい、ね、ネッピーとリプシーはすごいダンスがうまいんですよね。ダンスうまいねんな、ね、めっちゃうまい。なんかこうやって手広げるとことかな、ね、上手ですよね。
で、ゴーヤさんもこの前ね、京セラドームのステージの時に歌ってはりましたよね。そう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 、ネッピー君、リプシーちゃんがスカイで踊りはるから、ね、僕歌いましたよ。そうですよね。またやる？やります？僕の歌で踊れる？ついてこれるか？ついてこれるか？僕あの曲に乗せられへんで走ってしまうけど、ついてこれるか？走ってしまうたちやけど、いけるか？はい、やってみますか。お姉さん、はい、あのな、ちょっとネッピー君、リプシーちゃんも聞いて、今日は館内放送うるさい。わ、待て、うるさいぞ。タイミングですね、はい、あのね、はい、スカイの歌はみんなもう耳なじみやと思うんですけど、そうですね、日本ハムファイターズの曲ってみんな知らんのちゃうかな思って。 あまり聞かないですね。あんま聞かないでしょ、ね、昔の昔はファイターズ参加言うて、ゆけゆけ言うてやってたのに、去年から変わったんですよ。そうですね。変わって、知ってますか？知ってる方おられますか？ファイターズ歌知ってる人？知らん。どんなか僕ちょっと歌ってあげますわ、触りだけ。本当ですか？お願いします。それだけちょっとみんなに知っといてもらわな思ってね。はい、持ってきて。ありがとうございます。うっさいねん。ありがとうございます。分かっとんねん、ありがとう言わんでええねん。チケット持っとんねん。知らないでしょ。ただいま、はい、あの僕ファイターズさんが持ってきて、あ、それそれ、いや、もうこのままやっても弾いていくだけやからやめますけど、あの全然ね、耳なじみないでしょ。そうですね、こんなんなんですよ。これがラッキーセブン流れるんですよ。あ、まあ皆さんよかったら覚えとったってください。お願いしますね。さて、はい、スカイをやるわけですけども、はい、ステージこんなに広いのに寂しくないですか？ね、おちびっ子たち上げて一緒に踊ろうぜ。あ、そうしましょうか。なあ、そうしようぜ。よかったらステージ上がってください。今からスカイ歌って踊るから、みんな一緒にやろうぜ。ちっちゃい子一緒にやろうぜ。お上がりください。おい、ちっちゃい子こっちおいで。